日本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。アメリカ国防総省高官は昨日記者団に対し、ロシア軍が攻勢を強めるウクライナ東部ドンバス地域に関し、ウクライナ軍の抵抗でここ数日間はロシア軍には非常にわずかな進展しかないとの分析を明らかにしました。一方、ウクライナ軍は南東部マリウポリの製鉄所に対し、ロシア軍が戦車などを使って攻撃を再開したと明らかにしました。アイルランドの人気ロックグループ U2 のボーカリストボノさんが8日、ゼレンスキー大統領からの依頼を受けて、ウクライナの首都キーウを訪れ、避難所として使われている地下鉄の駅で、およそ100人の兵士らを前にコンサートを開いて激励しました。韓国のユン・ソンニョル大統領が今日就任しました。午前11時から国会前広場で始まった就任式で演説し、北朝鮮政策について非核化を条件に南北対話を模索する姿勢を表明しました。なお、日韓関係に関する言及はありませんでした。また、韓国を訪問中の林芳正外務大臣は昨夜、ユン・ソンニョル政権の外相候補パク・ジン氏とソウル市内で会談し、これ以上の日韓関係の悪化は放置できないとの認識で一致しました。新型コロナウイルス対策のロックダウンを続ける中国上海市当局が、住民を強制的に隔離施設に送っているのは違法だとして、中国の憲法学者がすぐにやめるべきだと批判する意見書を投稿サイト上で公表しました。意見書は削除され、学者は投稿を禁止されました。日本製鋼所は、子会社の日本製鋼所 M&E が製造した鉄鋼製品の品質検査で20年以上にわたって不正があったと発表しました。顧客と契約していた品質基準を満たすよう検査データを書き換えて出荷していました。静岡県警は昨日までに静岡県焼津市の焼津港で水揚げされた冷凍カツオを盗んだ窃盗の疑いで、運送会社の元社長ら合わせて6人の男を逮捕しました。滋賀県立琵琶湖博物館は昨日、琵琶湖でチョウザメが定置網にかかったと発表しました。琵琶湖にチョウザメは生息しておらず、飼い主が観賞用を放流した可能性が高いとみられています。はい、今日のズームフラッシュに関するニュース解説は、増山さんの好きな話題でやりましょう。そうですか、はい、久しぶりに。何でもいいですよ。私はね、はい、もう気になった話題、何でもいい。カツオ。カツオですか？冷凍カツオを盗んだ話。これね、冷凍カツオを盗んだ話っていう今のね、増山さんのニュースフラッシュを聞かれて、はいはい、あれそんな話あったんじゃねって思われた方が大半だと思いますが、うん、去年いっぺんニュースになってんですよ。そうでしたっけ？はい、去年、増山さん勘弁してくださいよ。去年かなり大きなニュースになったんです。このね、焼津でどうも漁協の人が一枚噛んでて、カツオの、漁師さんの間ではおかしいと、焼津の漁港に水揚げすると量が減るっていうのは長年伝説のように語られてたんだけども、いくらなんでも盗むことはねえだろうと思っていたら、実際に長年ずっと盗まれていて、それに漁協の人が関わっていたっていうんで、去年大ニュースになってんですよ。でその時何人か逮捕されてんですよ、はいはい、あのニュースまだやってんのかっていうと、同じ焼津の漁港なんだけど、はい、別チーム、あじゃあ横行してたってことですか？別窃盗チーム。どうやらいろんな関係者の話を照合すると、もうとにかく長年伝統のようにいろんなチームが焼津に水揚げされた冷凍カツオを一定量抜いちゃって、それトータルの抜いた額って億単位らしいですよ。そんなになるんですか？はい、それ黙認されちゃってたということで、要するにチーム2、チームB が捕まったっていう。去年チームA が捕まってて、今年つい今週チームB が捕まりました。で前チームA が捕まった時にこれで全部じゃねえだろうって、まだ他にもいるだろうって噂されていたんで、捜査が引き続き行われていて、今回チーム B が逮捕されたんだけど、どうもこれで全部じゃなくて、本当はもっとみんな関与してんじゃねえか、そうじゃないとなかなかね、運び込まれたこの冷凍カツオから一定量っていうか大量にこう盗み出して運び出すなんてことができないだろう、かなり組織的なんじゃないのっていう、そういうニュースです。はいはい、魚ついでにもう一つ解説をしますと、チョウザメってやつが、琵琶湖でチョウザメですよ。これなんで私引っかかったかというとですね、はい、私食べるものにほとんど興味がないんです。何食べてもそんなに、まあ、まずいと思わないんですね。だから私かなり数百円で食べられるようなチェーン店のお食事を晩ご飯で食べることがあるんですが、もっと高いもの食べろよってよく言われるんだけど、それが好きなんだからしょうがないじゃないですか。でそれに何も痛みもかゆみも痛痒を感じておりませんので、いいじゃないか、俺の金で別に毎日牛丼だってどこが悪いんだっていう、そういうタイプなんで、食べ物にほとんど興味がない上にお金もかけないんですが、唯一例外があるのはキャビアとシャンパンなんです。おしゃれ、いやいやおしゃれっていうかですね、このキャビアとシャンパンで、キャビアとシャンパンに関しては、特にキャビアに関しては好きになったのに理由がありましてですね、1980年代まだソ連がソ連だった頃、今ロシアになってますけどね、ソ連がソ連だった頃ってもう国むちゃくちゃで、80年代の私ゴルバチョフが統治してる時に何回も取材に行ってるんですが、もう末期のソ連って本当にありとあらゆるものが末期的で、例えばレストランで食事してるじゃないですか。そうするとレストランの従業員が、ボーイさんがね、共産主義体制のところだから、外国人が食べられるレストランって決まってるわけですよ。でその外国人で外貨が使えるっつって、そのルーブルじゃなくてドルとか、当時はまだユーロがありませんから、ドイツのマヌクだとかフランスのフランだとかイギリスのポンドだとかしかで食べられないっていう、そういう店があるんですね。で食べてると黒服のお兄ちゃんがツツツツってやってきて、もう巨大なキャビアの瓶詰めみたいなやつですね。これをお客さん5ドルだからで、私それを当時大量に買って日本に持って帰ってきて、食い切れずに最後はご飯の上にキャビアをドッカーってあげて上からお茶かけて食うみたいな、その頃のキャビアって、いや一瓶5ドルだけれども、ソ連の人たちにとったら外貨の5ドルってものすごい価値なんですよ。ルーブルだけで外貨ショップっていうのがあって、旧ソ連時代は外貨でないと買えないものが街中に、ルーブルだったら何にも買えないんです。だから例えば日本のラジカセがどうしても欲しいと思ったって、ルーブルなんか何億ルーブル貯めたって紙くずですから、そんなもんでラジカセ一つ買えないんだけど、ドルがあると、例えば200ドル貯めると日本のラジカセが買えると、ドルなんか普通手に入らないんですよ。その巨大なキャビアの瓶詰めみたいなやつを観光客に5ドルで売りつけたって、どうせレストランだから横流しじゃないですか。原価タダみたいなやつを観光客に5ドルで売りつけて、それで5ドル稼いで20人に売りつけりゃ100ドルになるわけですね。そうやって外貨を稼いで、それで外貨ショップへ買い物に行くっていう、そういうひどい時代があって、その時にキャビアが大量に流出したんです。それでね、多分世界的にキャビアが枯渇したんじゃないのかとか言われてますが、その後90年代に入ったら、ロシア旅行しても本物のキャビアなんかとてもじゃないけど高くて買えない。今もう全然買えないですよ。もうロシア産のキャビアなんか枯渇してないんじゃないのって、いかん、こっからが本体の話なのに琵琶湖のキャビアの話、あれこれ完結しないと、結論としてはですね、琵琶湖でチョウザメ、キャビアのお母さんが育てられるかという、その本質的な話をですね、これは聞きたいですか、聞きたくなければもうここで聞きたいですか。わかりました、今日5時台これやっちゃう本当ですか、じゃあ5時台に。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。戦勝記念日のプーチン大統領の演説、その背景と真意は。ロシアは昨日、旧ソ連による対ドイツ戦勝記念日を迎え、プーチン大統領が演説をしました。その中でウクライナ侵攻に絡んでゼレンスキー政権と北太平洋条約機構 NATO を非難しました。またウクライナ東部ドンバス地方や祖国のために戦っているとしてロシア軍を称えましたが、欧米で憶測が浮上していたウクライナへの戦争宣言はありませんでした。今日はこのニュースにつきまして、神戸学院大学経済学部教授でウクライナ研究会会長の岡部芳彦さんとお電話がつながっています。岡部先生、お久しぶりです。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。よろしくお願いいたします。いや、岡部先生おめでとうございます。いやいやいや、何のことでしょうか。いやいや、この度ロシアが発表した無期限入国禁止の63人の一人に選ばれたじゃないですか。いやいや、ちょっと驚きました。正直なところですね。かなり驚きました。これだけどいろんなところでおめでとうございますメールとか来たんじゃないですか。いや、意外におめでとう来ましたね。来たのは来たんですけど、ウクライナから来ましたね。ウクライナから確かに来ました。それは来ましたですね。ウクライナからおめでとうメールが来ましたか。そうですね、そうですね。最初ちょっと実はそれが第一歩だったので、ちょっと僕よく分かんなかったんですけど。ああ、そういうことですか。そうなんですよ。リスト入りおめでとうございますとしか書いてなかったので。やっぱりおめでとうございますってウクライナが公式に言ってくるんだ。はいはい、そうですね。ウクライナに住んでる方ですけどね。どうなんですか。実際に選ばれた岡部さんの気持ちから言うと、俺を選んだら当然だって感じですかね。いやいや、そんなこともよく思いませんけども、いや、なんかちょっと意外な感じはしてて、僕はもちろんウクライナが専門ですし、ウクライナとの交流がメインなんですけど、日露交流にも特にこの安倍政権の間の日露経済協力でいろんなプランが進んできたのに協力をしてきたので、意外になんか昔から学者の人ってよっぽどのことがないと入国禁止とかそういうのならないって聞いたことが、諸先輩方の先生方から聞いてたので、ちょっと意外な感じがしました。ああ、そうなんですか。でも肩書きから言うとウクライナ研究会会長、ウクライナ寄りの人物だというふうにロシア側が認識しても、それはおかしくないですよね。それはおかしくないですね。63人の中にはウクライナっていう肩書きがついた人は2人しかいなくて、僕と森英介日本ウクライナ友好議員連盟会長だけでしたね。だからそれで選ばれたというのもあると思います。どうなんですか、ロシアのそういう今回の63人の人選を見て、どうなんですか、ロシアのいわゆる諜報機能というか情報収集機能みたいなものがちゃんと機能してるのか、それともどうなんだろうなっていう感覚なのか、どんな感覚をお持ちですか。そうだと思うんですね。というのはちょっとこれも笑われるかもしれないんですけど、ロシア大使館の SNS を、いつとは言いませんけど過去に遡っていくと、なんか僕のゼミでロシア大使館の、外交官が講演してありがとうみたいな投稿がまだ残ってます。まだ残ってるんですか。はい、だからそれを彼らはどうやって説明するのかっていうのが、私は興味がもうあるぐらい荒いことだなっていう感じがちょっとしますね。僕のこれ推測できは出ないんですけど、多分本国の外務省からロシア外務省から言われて、大使館がリストアップして、若手の職員とかが多分リストアップして、承認を得たみたいなんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。もうそれぞれ一人一人何か精査してっていう感じじゃなくて、とりあえず本国に言われたから、この辺でしとけってそのぐらいの感覚なんでしょうね、きっとね。そうですね。それとやっぱり100人以上いる大使館なので、やっぱりちょっとこういう言い方するとなんですけど、結構仕事って俗人的になりがちなんで、リストアップの案を作った人たちの能力にもよるかなという気がします。なるほどね。はい、どうなんですかね、先生の感覚で、ロシアとの付き合いも長いという話なんですが、ロシア大使館の人って、日本で働くロシア大使館の人たち、昨日のプーチン演説を聞いて、そうだそうだと皆さんは思ってるんですかね。やっぱり国を背負う外交官なんでね、表面上でも思うでしょうし、内心はどうか分かりませんけど、日本でもスパイゾルゲのお墓の前で、7人の旧ソ連系の大使でしたかねと一緒に戦勝記念日の前後にはお墓参りをするという行事も開かれたりしているので、彼ら的にも愛国心が高揚する時期なんじゃないですかね。大使館でもレセプションのようなものが行われるでしょう。なるほど。となると、日本にいるロシア人ですらそういう状況ならば、ロシアでロシア発、政府発の情報にしか接していない多くのロシア人にとっては、プーチンアグリーというかですね、日本でプーチン演説を聞いて思うような感情を持つロシア人っていうのはやっぱり少ないんですかね。それは少ないと思いますね。人それぞれいろいろ思うことはあったとしても、やはり全体的にはやっぱりロシアにはこう反対できないとか、大統領にというかどうか分かりませんけど、ロシアを悪く言うことはできないという人は多いですね。そういう意見を最近ロシア人から何人か聞きました。あ、そうですか、はい、どうなんですか、世論調査で、プーチン支持が急激に上がって8割ぐらい支持してるよみたいな情報がありますけど、それってどの程度信用したらいいもんなんでしょうかね。持ってるのはもちろんあると思うんですけど、比較的やっぱり逆にこの経済制裁で EU とか欧米からいじめられてるっていうことに対する、単純な反発心みたいなのも出てきてるみたいで、なるほど、今まであまり政治には無関心だったけど、やっぱり今回は理不尽じゃないかと思って、その反対側の大統領を支持するみたいなのはありえると思いますね。さて先生、今回その63人の無期限の、ロシア入国禁止になって、岡部先生自身なんか困ることあります？そうですね、僕はやっぱり北方領土のビザなし交流にずっと行ってたんですね。2016年には副団長として択捉島、2017年には国後島、2019年には色丹島に行ってですね、学生連れて行ってアニメの、アニソン大会とかコスプレ大会を開いてたんですね。何やってるんですか先生。もうこれはきちっとした国の行事として開いてたわけですね。島民の人たちに仲良くなるためにということですけど、それがやっぱりちょっとあそこ、島々は当然日本の領土なので、行くなということに何も言われはないんですけども、やっぱりちょっと行くことが難しくなったなという気はします。そうですね、だからビザなし交流でビザなしで、岡部先生は日本の領土だからビザなしで行くんだっていう、やや大きな枠組みでは行くものの、現実に実効支配しているのがロシアで、ロシアからすりゃうちの国なんだっていうことでいうと、今後ビザなし交流で北方領土に入るのもかなり難しそうですよね。そうなりますね。私も大学への出張届はいつも国内で出してますので、どんな遠く、国内にしたらすごく遠いんで疲れるんですけど、行ってたので、そうですね、向こう側がこの人間はアウトだということは十分考えられますね。それでいうとね、本当に厳しい現実を今回の知床の事故でも感じたんですが、北方領土は日本の領土だからって言って、行方不明の方探しに行くっちゅうたってロシアが実効支配してるんで、そもそも行けないし、じゃあロシアの当局と話し合いをして探しに行くということになると、ロシアの主権を認める形になるから、それもなかなか難しいみたいな、そんなニュースがあると、なんか非常に厳しい状況の中で我々は生きてるんだなと改めて認識しましたね今回。おっしゃる通りで、もう本当にね、行くと根室とか、あるいは北海道の一番端から見ると目の前に国後島とかがあるので、そうですよね、やっぱり隣国なんだなという気がしますね。根室の突端に行くと歯舞色丹の一番近い水晶島っていうのは見えますもんね、天気がいいと。見えますね、見えますね。さて、昨日の戦勝記念日のプーチン演説を先生どう聞かれました？はい、一つはよく練られた文章だなっていうふうに感じたのと、二つはやっぱりちょっとなかなか苦しいなっていうのが素直な感想ですね。だからなんか芯があるかと言われれば、いや戦勝記念日で普通喋るよなと思う範囲プラス、現状ウクライナと、こういう状況だからみんな頑張ろうねっていうその程度の話ですよね、簡単に言うと。そうですね。それとやっぱり例年いわゆる第二次世界大戦で一番被害が出た、現在のロシアですよね、旧ソ連ですけども、その戦死者を悼むという日なので、実は大統領の挨拶の大半ってそれに当てられて、本当5分の1ぐらいだけ何か現状と絡めたようなことを言うんですけど、でもその多くが、戦没者を悼むというよりも、自分の行動を正当化するような内容が多かったので、中には聞いてた方で、やっぱりちょっと侮辱とまでは言いませんけど、こんな日にこんなこと言わなくていいのにと思ったロシア人はいると思いますね。それどのあたりですかね。特に今ドンバスでこういう戦闘が行われててとか、ウクライナの、バンデラ主義者ですね、キエフのバンデラ主義者が、今回のこの事態を引き起こしたとか、NATO は全然交渉に応じなかったとか、ああいう部分を思ってるんじゃないかなと。バンデラ主義者っていうのは、要するにウクライナ民族主義者ですね。そうですね、バンデラっていうのは人の名前ですよね、これ。そうですね、ウクライナ民族主義組織の代表だったような方ですね。だから要するにゼレンスキーというヒットラーに、ロシアから言わせると、プーチンから言わせると、ヒットラーに相当するゼレンスキーとその取り巻きたちっていう意味で、バンデラ主義者っていうような言い方を多分使ったんでしょうね、きっとね。その通りです、おっしゃる通りです。ニュアンス的には。はい、その通りです。でも私なんかも素朴に聞いてて、はい、世界がヒットラーだと思ってるのはあんただよって感じなんですけどね。そうですね。だからちょっと逆に、プーチン大統領が強い方だと言っても、こんなに自分の言葉に対独戦勝記念日のスピーチに関心が集まったっていうのは多分初めてだと思うんですよ、プーチン大統領の任期の中で。はいはい。だからかなりプレッシャーだったんじゃないかなというのも感じますね。演説している時の様子をご覧になってどんな感じを受けました？いつもに比べると確かにちょっと早口だし、なんかちょっと落ち着きがないなと微妙には感じましたね。ちょっと自信が情けな感じもしました。いつもなんていうんですかね、100% 何もネガティブなことがなく出ていける場ですよね。いわゆる自分たちの誇るべき勝利を祝うっていうことを言うんですけど、私はその内容自体がそういう内容ではありませんので、なんかちょっとした後ろめたさは、僕だけかもしれませんけど、ちょっと感じました。なるほど。全体の文脈を読んでみても、現実に今回の対ウクライナ戦でロシア兵に犠牲が出ているということもはっきり認めてるし、その家や家族、遺族に対しての補償みたいなことも言うということで言うと、現状においてウクライナの戦いがうまくいっていないと思った通りには進んでいないということは、かなり認識してるんだなっていう感じは受けたんですけど。そうですね、認識していることプラス、ここまでは国民にオープンにしていいなっていうのが分かった演説じゃないかなと思いますね。ははー。事実、戦死者の数なんていうのもかなりいわゆる西側、イギリスの国防省とかが発表する数字とウクライナ政府が発表する数字とロシアの数字というのは全然一致してませんので、そんな中、ここまで一応犠牲者が出てるっていうところまで言えるんだなっていうのは分かりましたね。そのロシア兵の損害というか、死者の数なんですが、西側はばらつきありますが1万5000から2万ぐらいの間、ロシアははっきり認めたのはかなり初期において1000人ちょっとぐらいは認めてますよね。そうですね。それ以降数字が変動してないんですよね。はい、発表がないですね。だけど、西側の推定するやっぱり1万人台ぐらいのロシア兵の命が失われている可能性は高いですよね、これ。そうですね、真偽は分からないんですけど、ロシアの国営系のメディア、ネットメディアが誤って配信した、何回かこの戦争の中であったんですが、誤って配信したかもしれないという記事も、大体1万5000という数字だったんで、そこら辺が大体最大公約数で、近いんじゃないかなという感じはしますね。で、昨日演説の中で、ドンバス地域という固有名詞、ウクライナの東部の地域の名前が出てます。これも戦争の今回の侵攻の初期から出てますけれども、昨日の演説を聞くと、最終的なプーチン大統領の考える落としどころっていうのは、ドンバス占領を完結させればそれで、停戦というか戦争を一旦終結させるような感じもあるんですけどね、どうなんですかね、本音は。それはそうかもしれません。もちろん最初の目標っていうのはおそらく、ウクライナの政権転覆、大統領の交代、傀儡政権とかそういうこともあったと思うんですけど、ダメだとなってですね、もちろん目標を変更しないといけないので、ある意味2月24日に始めたときに最初はドンバス地域のジェノサイドをやめさせるためって言ってたので、目的を果たしたっていうことは言えると思いますね、それでですね。ただ問題はそのドンバス地域の特にドネツク州で全くロシア軍が前進できていないという現実もあるので、それをこれからどうするのかと、結局はロシア軍の戦況によって左右されてくるんじゃないかなと思いますね。その戦況次第ということなんですが、先生、これご専門ではないとは思うんですけど、戦況の行方については今どうご覧になってますか？はい、実はウクライナ軍っていうのはもう8年間ドンバスで戦ってきたので、あそこに精鋭部隊を置いてるっていうのは結構知られてることなんですね。それでなかなかこのロシア軍が前進できてないというのは間違いがないんですけど、この西側からの兵器の供与っていうのが、やっぱり重火器とか車両ですのでなかなか届かなくて、それが今届き始めてるような状態だと思いますので、ってくるとウクライナ軍の勢いが増すんじゃないかなというのは思いますね。ウクライナの皆さんとお話をされることもあると思うんですけど、実際のウクライナの皆さんの戦争に対する思いというか、簡単に言うと士気みたいなものはどういうふうに感じていらっしゃいますか？非常にもうほとんどの方が勝利を確信しているというような感じですね。聞くとですね、これ本心からそんな感じの方が多いです。やっぱり初期に比べるとですね、かなり押し返しているというのとですね、最近映像も入ってきてるんで見ていただいて分かる通り、キーウなんかもだいぶ、首都キーウなんかもだいぶ日常を取り戻しつつあってですね、そういうところも地震につながってるんじゃないかなというふうに思いますね。先生、近々キーウウクライナ等に行かれるご予定は？僕本当行きたいんです。僕本当は3月28から出張予定だったんですよね。もともとこの戦争がなければですね。そうなんですか。そうです。2週間ほど出張。それ何の用で？いろいろもう大学4つの大学と協定を結んだので、そこで授業をするとか、あるいは政府関係者に会うとか、いろいろ入ってたんですけど。もうもちろんこの戦争で行けなくなってしまったっていう形なんですね。でも大学の教授はなかなか難しくて、やっぱりレベルが少なくとも2以下に、外務省の海外安全情報が2以下になっていけない。原則1なんですけどね。そういえば今国会議員で隣にポーランドの行くって言って嘘ついて行ってウクライナに入っちゃった国会議員が問題になってますよね。そうですね。ああいうことになるわけですね。そうなってしまいますね。だから本当はもう落ち着いて行っていいっていうんだったら、本当に明日にでも行きたいなっていう、仕事は溜まってますので、そういうずっと思ってますね。ウクライナってあれですか、日本人が入るときビザいるんですか？いらないです。空港でスタンプをしてもらうだけです。もういわゆる3ヶ月間は他のヨーロッパの諸国と同じ扱いですか？同じ扱いですね。じゃあチケットさえ取れりゃ普通の民間人なら行こうと思えば行けるってことですね。はい、パスポート持ってくだけで行けますね。わかりました。はい、ぜひ辛坊さんも一緒に行っていただけたらと思います、ね。いや、先生と一緒に行った方がそれはいいですね。言葉わかるからね。私ね、ウクライナはね、1987年に最初に行って、そこから3回ぐらい、だから87年だからゴルバチョフの時に行って、なるほど。それからつい3、4年前にも7年前か、7年前にも行ってるんですよ。そうですか。それはどちらに行かれたんですか？チェルノブイリです。なるほど。僕も2回ほど行きました、チェルノブイリ。そうですか。いや、僕ね、戦力計持って行ったんでね、どんどん4号炉っていう事故を起こしたところに入っていくとですね、戦力計が振り切れてですね、さすがにビビりましたね、あれは。そうですか。近づいていくと上がってきます。いやいや、そういう思い出話してる場合じゃありませんで、さあこれからのどうなるかという予測中かですね、希望というか、今先生が一番お感じになっていることは何ですか？これは本当にプーチン大統領が始めた戦争で、プーチン大統領しか終わらせられないので、やっぱりそれをどういうふうに終わらせる決断をさせるかっていうのにかかってるかなと、それに我々は向かっていかないといけないかなというふうに思います。我々できること何がありますかね？あると思います。一つはですね、やはり関心っていうのがどんどん薄れていくと、これは解決から離れていくと思うんですね。戦争って起こってるのに、そうじゃない、何か悲惨な映像とか見たくないと思う人もいるかもしれないし、関心が薄れていくと、やはり薄れてる時は何でもし放題になりますので、そのままずっと見ていくことが大事じゃないかなと思います。とりあえず関心持ち続けるというのが、もうとにかく我々ができる一番やらなきゃいけないことかもしれないですね。そうですね。そう思いますね。はい、お忙しい中、先生ありがとうございました。どうもありがとうございます。ウクライナ一緒にお願いします。楽しみにしております。今日は神戸学院大学経済学部教授でウクライナ研究会会長の岡部芳彦さんにお話を伺いました。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日最後にズームするのはこちらです。琵琶湖にチョウザメ無断放流か。滋賀県立琵琶湖博物館は昨日、大津市沖の琵琶湖でチョウザメが定置網にかかったと発表しました。琵琶湖にチョウザメは生息しておらず、飼い主が観賞用を放流した可能性が高いと見ています。まず、政治的に正しいコメントからしておきます。解説者としてあるべきコメントです、公式見解としてはっきりと申し上げておきます、こういうね、ペットをね、飼いきれずにおそらく誰か放したらしいと。琵琶湖にそもそもいないチョウザメですから、そういうことをしては琵琶湖の生態系というものに与える影響が大きいと。とんでもない行為であって、ペットというのは最後までしっかり責任を持って飼わなくちゃいけない。それは魚であろうと何であろうと一緒ですから、生態系を壊しますから、こういうことは本当にとんでもない話です。以上、政治的に正しい解説でした、それではここから政治的に正しくない解説をいたします、キャビア、チョウザメの卵であるところのキャビアっていくらぐらいするか知ってますか？5ドルでですね、1瓶旧ソ連時代に大量に買い占めて帰ってきた話は先ほど、最後食べきれずにですね、キャビア茶漬けにした話はしましたけれども、今キャビアって、値段いろいろ種類によっていろいろ違うんですが、一番安いセブルーガってやつでも、グラム多分ね1グラム700円ぐらいは最低するはずですよ。高い。だから一番高いセブルーガじゃなくてベルーガってやつで大粒のやつがあるんですが、一番高いベルーガってやつだったら大きさでいうと5円玉ぐらいの直径の瓶で、厚さが 1.5 センチから2センチぐらいの高さの本当にちっちゃい、なんかリップクリーム入れるようなああいう感じの瓶に入ってる、10グラムから大きいやつで30グラムぐらい入ってるやつもありますけれども、それでデパートで買って3万円ぐらいします。とにかくキャビアってとってもなく高いんです。でレストランでよくキャビアって出てきますね。あれだいたいランプフィッシュの卵っていうのが多いんですが、同じように黒く見えるんですが、食べたらもう私は旧ソ連時代に500円のキャビアもう山ほど食ってますから、残念ながら本物じゃないっていうのが大半です。本物のキャビアなんかかなり高いフランス料理屋でも、もう使ったら採算に合わないから、キャビアによく見えるキャビアじゃないのが乗ってるケースが大半で、まず本物のキャビア使ってるフレンチレストランでも、断言できるのはね、コースで1万円より安いコースで本物のキャビアが使われてるケースはまずないですね。よほど良心的な店が採算度外視でやると出てくるかな。オドブルにクラッカーの上にほんのちょっと乗せてっていうぐらいなそのぐらい高いんですよ、キャビアって。で最近ね、国産キャビアってチョウザメを輸入してきて、淡水魚なんですが、これを育ててですね、山の中の池みたいなプールみたいな、もう廃校になった小学校のプールとかそういうのを使って、ところがねキャビアって取れるまでに10年ぐらいかかるんですよ。そうなんですか。そんな1年2年で簡単に取れるようなもんじゃないんです。だから国産のキャビアも高いです。で残念ながら国内でキャビア作ってる人には大変申し訳ないですが、そのソ連の大量のキャビア、カスピ海のキャビアを丼にして食った私から言わすと日本国内のキャビアは理由は分かんないんですけど、ちょっと味が薄い気がする。ちょっと味気がするだけかもしれない。もしかすると気のせいなのかもしれない。ただ値段はそれでもね、日本国産のキャビアでもその小さいさっきの化粧品のリップクリームみたいなところでも1万円前後は最低でもします。そのぐらい高いもんなんですよ。それでなんでそんなに高いかというと、育てるのに時間がかかる上にものすごくデリケートな魚で、長時間その山の中で水の水質管理しながら飼い続けるっていうのが本当に大変なんです。だから採算に合わないんですよ。ところが今回誰かがペットで飼ってたらしいチョウザメを琵琶湖に掘り投げたのがたまたま漁網に引っかかったって話で、過去に何匹も引っかかってると。ということはつまり引っかかった状態で生きて見つかってる話なんです。と琵琶湖ってチョウザメが自然に生息できる環境なんだなということがわかるわけですよ。そしたらですね、もう誰も食わなくなった船寿司なんかって暴言吐くなよ、そういうことを。船寿司だって好きな人はいるんだよ。美味しいですよ。そうですね。美味しいかちょっと適当なこと言うなよ。船寿司は用途の好きものは好きだけど、好きな方は好きでしょ。一般論としてだったらもうね、大量にチョウザメ琵琶湖に放流して、それでそこでキャビア取って、琵琶湖の一大産業として育てたらどうやろうかって、ほら公式見解じゃ言えないだろう。そうですね。いやちょっとどうしたらいいんだこれ、収集するのに。いやキャビアってそのぐらい今地域おこしで、ふるさと納税の返礼品なんかで結構人気なんですよ。というのはそんな高いもの普通金出して買わないけれども、ふるさと納税の返礼品だと、例えば1万円納税するとなんかちっちゃいやつ1個くれたりなんかするんで、一生のうちに1回ぐらいキャビア食べたいなと思うと、とりあえずふるさと納税でもらっとくかっていうの多いんですけども、それでも残念ながらですね、高い割には私の感覚で言うと味薄い感じがします。だから最高級のベルーガみたいなやつは多分育てられないんだと思います。最高級のベルーガってやつは長さがですね、ほとんどサメぐらい大きいんです。チョウザメっていう名前はついてますが、サメとは何の関係もないんですよ。なんかサメじゃないんですよね。サメじゃありません。だからチョウザメの、例えば3メートルのチョウザメっていうのが琵琶湖にいたとしても、チョウザメに食われて死ぬってことはありませんから、確か歯なんかないはずですよ。あ、そうですか。わかんないけど、まあ、口の中開けて見たことないけどね。いわゆる上手じゃない。だけど少なくともチョウザメに噛まれて死んだ人はいません、うん、だからそんだけ3メートルのチョウザメが琵琶湖にいても別にそれでね、はい、恐怖映画撮るわけにはいかないんで安全性は大丈夫ですから、うんうん、でそのベルーガっていう最高級のキャビア取れる大きなチョウザメは、はい、でかすぎて、うん多分日本では人工養殖できないんじゃないのかな。だけど琵琶湖でいけるんだったらさ、琵琶湖にそのオオチョウザメってベルーガのお母さんを大量にこう放してだよ自然に育ってもらってそれ取ったら大儲けだよこれ。いや琵琶湖ってそもそもでもそういうことしちゃダメですよね。だから最初に公式見解は言ってるじゃないですか一匹だってダメなんですよ。それは生態系を壊すじゃないですか。そうですよ、ね、だけど世の中ね、綺麗事と政治的に正しい発言が本当に正しいかと言われりゃ正しいんですけどね、ダメですよ。ペット話しちゃそうですよ。責任持って買いましょうよ。はいはい、ね、なんかほら日本での飼い方のヒントになるかもしれないですよね。琵琶湖で自然にね、うん、生息してて、それがまた、ね、今回一匹見つかったけどよく調べてみたら、うん、もう長年世代を超えて生きてるチョウザメがいるということになったら、うん、あれ琵琶湖ってチョウザメが生きられる環境なんだということになって、これ一大発見で、うん、だからそれをねペットを離したやつがたまたま捕まっちゃったみたいなことになると最初に申し上げたような政治的に正しい発言しかできなくなっちゃうんだけど、はいはい、本気で養殖っていうことになって、うん環境に与える影響とか精査して、地元の大学とか水産研究所みたいなところやつが力を入れて、場所によったらもしかすると網でくぐったりなんかするのか、今琵琶湖ってそれでなくてもですね、とんでもない釣り人がですね、ブラックバスとかもともといなかった外来魚ですよ。ブラックバスって、うん、私は魚釣れないタイプだからダメなんですけど、うん、魚釣りやってる人に言わすとブラックバスのかかった時の引きとかなんかすごい楽しいらしいんですよ。でまた釣りの雑誌とか釣り産業というところで、はい、要するに場所がないとそういうのも売れないから琵琶湖にその隠れて放流したやつが今育ってもう大騒ぎになって、今ブラックバスに関して琵琶湖ではですね再放流できないんです。ブラックバスって基本的にはキャッチアンドリリースって言って釣ったらもうそこでもうあと離すんですね。ゲームとして釣るだけだから。だけど琵琶湖は一遍釣り上げたブラックバスはもう琵琶湖に戻すなっていう条例が確かできたはずです。そのぐらいやっぱり生態系に与える影響の外来魚が大きいんだから、うん、大きいのでチョウザメだからそこに大量に話して買えなんてそういう暴論をラジオで口にするとは実にけしからん。そうですよ、いけないですよ。誰だそんなこと言うのは。本当ですね、責任者出てこい以上ズームオンでした。え